こんにちは。ヘブバンまとめです。今回は、ヘブンバーンズレッド第5章前編を実況していきたいと思います。じゃあ始めようか。じゃあみんな、行ってらっしゃい。部隊長なのに自分の仲間を見送るなんて、心苦しいな。何しけた面してんだよ。そんな顔してた？部隊長やのに仲間見送るなんて心苦しいみたいな面やったで。テレパシー？そんな力使わなくても、今のルカさんの気持ちは丸見え。丸わかりです。え、具合が悪かったんじゃなかったの？貴様はバカか！ただのザメっけ。なんで言い返すとき覚醒すんだよ。どうどう落ち着け。出撃寸前に体力使うな。とまあ、私らはいつも通りだから安心しな。恐ろしいもん見せて説得力のかけらもねえけどさ。ふん、元気出た。ありがとう。お前の無能さは無駄じゃなかったようだぞ。よかったな、諜報員。計算通りなのだけど、どこぞの殺人鬼さん。うちらもやってるぜ、ナーサマ。だから体力はキャンサー相手に取っておけよ。前に買い食いなんてしてんだよ。売ってるからだが。朝食食ってないのかよ。まあ、起きてすぐ来たからな。お前たちとは違って忙しいのだよ。それは要は時間調整に失敗してんだよ。認めろよ。ここで買うことも計算した上だが。なんで軍人が買い食いを計算すんだよ。おかしいだろ。殺し屋風情が何常識を語ってくるのだ。身の程をわきまえろ。生きる術だったんだよ。こっちにもそれなりにそうなるべくしてそうなったヘビーな過去があんだよ。ぜひ聞いてみたい。デリケートな部分だろう。そんな簡単に話せるかよ。ちょっと遠慮しろよ。これでも命を託してる仲間のつもりなんだがな。なんだよそれ。嬉しいよ。嬉しいけど出撃前なんだよ。それになんでバクバク食う手が止まらねえんだよ。ちょっと説得力が欠けんだよ。こうしてグリコーゲンを貯蔵しておかないと、分解すべきブドウ糖がなくなるからだが。だから何なんだよ。それですっと。そうだな、一理あるな。って、私がなんねえだろ。そこまで頭よくねえんだよ。知ってんだろ。ああ、知ってて言った。あっちも仲が良くなってんのか悪くなってんのか、よくわかんねえことになってるじゃねえか。31Aに心配されてるじゃねえか。そういうのも含めて面白いのだよ。くそ、昨日は偵察が順調に進んだから制圧に向かうぞ。とっととついてきやがれ。それを滞らせているのは自分だと気づいてくれないものかな。戦ってもないのに喉乾いたよ。叫びすぎて唾も飛ばしまくって、水分いくらあっても足んねえよ。どういう状況だよ。恐ろしいことになってへんか。ほんと、私たちみたい。え、それはどっち？本当、調和？もちろん調和。絆が深まっていってるという意味。はぁ、心の底から、はぁ。私たちも負けてられませんね。せやな。こっちも今は5人だ。ルカに心配かけないよう、今日も終わらせてこようぜ。31A 総員5名、揃った。おはようございます。本日は高電圧地帯ではない高槻市街地のキャンサー総統戦となります。偵察済みの地域であり、危険度は高くありません。ただ市街地中心部にある大型ショッピングモール内に相当数のキャンサーが潜伏していることが判明しました。
ここを解放しない限り、高槻市街地内では常に奇襲される危険性があります。ショッピングモール内のキャンサーを最優先に相当してください。了解。それでは行ってらっしゃいませ。想像以上にでかい建物やな。郊外型のショッピングモールね。記録では一辺数百メートルあるわよ。ショッピングモールは賑やかで子供も喜ぶような場所のはず。なのにまるでゴーストタウン。吹き抜けが大きくてどこからでも攻撃されそう。死角も多く入り組んでる厄介な場所だ。慎重に進もう。一旦止まってくれ。討伐した敵情報をまとめたい。やっぱりルカさんがいないとユキさんに負荷が集中しちゃうね。せやな、泉、休んどき。うちが代わってまとめたるわ。不祥、私めも手伝います。いや、ずっと私がやってきた作業だから気にすんな。よし、警戒はわしに任せ。ついていってあげるわ、百人力ね。マイナス10。ユキさんは指揮もされてますし、みんなで分担しましょう。せやで。そうか、わかったよ。甘えさせてもらうとするよ。ありがとう、ゆっくり休めたよ。かまへん。おかげでこっちはいい運動になったわ。あんな雑魚相手で鼻息一つで吹っ飛んでいったけれど、眠くてあくびが出ちゃった。これこそ 31A のチームワーク。いつでも頼ってください。ああ、そうさせてもらうよ。周りできるわね。想像以上に広かったです。四角だらけで調べるの手間やったな。気をつけて。地震、全方位を警戒。キャンサーの襲撃、建物の崩壊に備えてくれ。行くぞ。
これでおしまいじゃ！バーンするまでもなくね。周辺状況を確認。敵は？敵影なし。敵影ありません！無事切り抜けられたか。ここで調査区域は全部回った計算かしら。ああ、作戦終了で大丈夫だ。ではパワースポット巡って帰りましょうか。今日はどこですか？ちょい北側やけど、ええとこがあるで。ここがアブヤマ古墳や。どういった場所なんでしょうか？官位の高い人の遺体が発見された場所や。中富の鎌足りっちゅう説が有力やな。中富の鎌足り、何をした人でしたっけ？蹴鞠がうまかった人よね。暗殺に秀でた忍者だったとか。うちもわからんけど、パワーはもらっていくで。そこにターンを発してパワースポットになったかもしれねえのに、かわいそうすぎるわ、中富の鎌足り。自分らはゆっくりしとき。相変わらず一人でいるのね。体力を無駄遣いしたくないだけだよ。昨日の話の続き聞かせてもらってもいい？カレンちゃんが興味津々でたまらないって。確かに、あいつは好きそうな話だな。オーキッドの一員として活動するある日、リーダーから緊急の依頼が入ったとメールで一報が来た。依頼元はある大国の情報機関。独裁国家が保有する核兵器施設の管理システムに異常を検知したとのことだった。オーキッドが壊滅させた麻薬カルテルとつながっていた軍の一部が統率を失い過激化したんだ。そいつらは核兵器を盗み出し核テロリストと化していた。私たちはうまくやりすぎちまったんだ。皮肉なことにな。予定された爆撃地は世界の主要都市。一発でも放たれればそのまま偶発核戦争が発生する状況だ。つまり第三次世界大戦の始まりとなる。本来なら大規模な軍事力による殲滅になるところだが、相手は核テロリストで、いつ発射するかわからない。危険すぎて銃声一つすら近隣の地区で響かせたくないと判断した大国は、オーキッドへ無力化を依頼したわけだ。作戦目標はミサイルサイロにある核兵器の発射制御装置を掌握すること。核兵器さえ抑えればあとは軍の仕事になる。私を含めオーキッドのメンバー全員が参加する大作戦となったよ。向こうもこっちの手の内はある程度把握していたから、電脳世界にはたくさんのファージが配備され、私らを排除しようと襲いかかってきた。ファージって？敵の防衛プログラムだよ。一瞬でも立ち止まったら脱落する。だから高速で移動を続ける。目標に向けて交点として視認できていた仲間たちは次々とファージに食われていったよ。けど
私はデータの開口、ロムのマグマ、針葉樹林のようなアクセス経路を越えて進んだ。そして核の情報が構成する堅牢な城の玉座へ向けて、私は燃える彗星と化して突っ込んだ。次に目を開けた時に見えたのは自室の天井だった。異常なまでに日常的な光景に何が何だかわからなくなった。ひょっとして私は長い夢でも見ていたんじゃないかと思った。テレビでもネットでもニュースに核ミサイルの文字は出てこなかった。世界は平和そのものだった。 PC に一通のメールが届いていた。リーダーがオーキッドのメンバー全員に宛てたものだった。そこにはこう書かれていた。非正規作戦だったため第三次世界大戦を回避させた英雄として表彰されないことを詫びたいと。夢じゃなかったんだ。核を阻止したって本当だったんだ。それもユキさん自身の手によって。疑ってたのか？ううん、さすがだなって思い直しただけ。人として口も悪いし武将者でダメダメだけど、一つぐらい取り柄がなくちゃな。おっと、みんなが待ってる。行くぞ。待たせたな。サイキックパワーマックスや。今度こそ何も噛むなよ。あ？またか。やたら濃いとこと薄いとこがあるな。すまん、たま、うちの体揺らしてくれ。はい。もうちょいや。これで均一の濃さになった。おおきに。サイキックって粉末ジュースなの？何言うとんねん。サイキックはサイキックや。超能力や。今、お前の中で味の濃い部分と薄い部分ができてたよな。味なんてあるかいな。何わけわからんこと言うとんねん。わけわかんねえのはそっちだよ。とりあえずこれで、またルカさんがチャレンジできるのね。早く帰ってあげましょう。サイキックってどういう概念なの？科学的に証明されてないね。未知なる力やね。行くで。レッツゴーホーム。だから無視して帰んなよ。サイキックって粉末ジュースなの？ってこんなの真っ只中なんだよ。朝倉ぐらい相手しろよ。オーキッドの話してやったろ。で攻撃しちゃった。お疲れ。調子はどうだ？おかえり。今日は攻撃スピードを上げてみたんだけど、時々ミスが出るな。体が勝手に動けていた部分を意識的に変えるのがなかなか難しくてさ。一緒に訓練して解決するしかないんじゃないかな。ほら、やるで。そうですね。疲れてるだろうに、みんな、ありがとう。どうだった？悪いが、連携速度を上げると
ところどころ以前の動きが出るな。地理的に動いてみたらどうかしら。今までみたいに先手を取ろうとして動きが悪くなって見えたわ。動きのミスはなくなったな。もらいました、価値格です。ありがとうございました。わしも認めよう。これで元通りじゃ。サイキッカーのうちも合格出したるで。今度こそいけそう。訓練詳細は見せてもらったわ。前の攻撃力の半分も出せていないじゃない。多少の低下は仕方ないけど、まだまだね。ルカちゃんショック、タマちゃんもショック、ガレンちゃんもショック、サイキッカーもショック。さらに大勢でどんな集体を司令官に見せつけてんだよ。ただ想定以上の結果ではあるわ。このまま訓練を続けていくことね。ほんとごめん、みんな。気にするでない、わしの鎌を貸してやる。お前は何で戦う気だよ。腕、お前が言うとやれそうだけど、セラフがないと無理だわ。司令官のカフェテリアに？いつ以来だろう。夕飯はみんなと食べたけど、話がしたいな。ご一緒していい？私はコーヒーだけだけど。どうぞ。何食べてるの？お蕎麦だけど。具は？山菜。それだけ？ほうれん草のおひたしもあるけど。お肉は？食べないことにしているの。いえ、しているというのは語弊があるかもしれないわね。無意識にこういう食事を選んでいるというのが正しいわ。それはやっぱり私ら側だからだよね。そうね。昔は普通に食べていたでしょうね。私はさ、ちゃんと戦う力になってくれって伝えて、大事にいただくようにしてる。へえ。意外？感慨深いと思っただけ。入隊した頃は子供のように奔放だったのにね。親のように嬉しいだろ。食事中にくるくるパーカを言わせないでくれないかしら。時にはストレス発散も必要だよ。あれらは私のためだったのね。なるほどなるほど。くるくるパーカー！え、なに？あれは司令官よ！誰かが怒らせちゃったの？しかもくるくるパーだって！わお、カフェテリアにいる人全員がこっち向いてる。そうでしょうね。あなた以外に言ったことはないから。わらびみたいなのが顔面に飛んできたから返すね。そういうのはそっとハンカチにでもくるんで後で捨てなさい。誰のせいでそうなったと思ってるのよ。そうなんだ。だったらそうしとく。あっちの方なのだけど、残念ながらこちらで分かったことはまだないわ。そうだよね。そのことを聞きに現れたんじゃなかったの？特に。ただなんとなく話したくなっただけ。そう、猫みたいに気分やね。そうだね。コロッコロ気分は変わるね。でも今は一つのことに一生懸命なんだ。一等のことじゃなくて。そっちも頑張ってるよ。
でも今言ったのは精神世界ダイブの方。ということはそっちでもまだ何も分かっていないのね。今は私のわがままでちょっと寄り道中。仲間には迷惑かけていない？みんなにはちゃんと許可も取ったよ。そう、私にもかつて仲間がいたわ。七瀬や浅見のような司令部のみんなじゃないね。それってもしかしてセラフ部隊ってこと？ええ、今はもうセラフ部隊ではなく軍にも所属していないけど。そうなんだ。けど一緒に過ごした時間はかけがえのないもので、時に血より濃いものを生み出すわ。特に私たちという存在にとってはそれを大事にしなさい。なんかすごい話を聞いちゃった気分。そうね、こんなことを話したのは初めてよ。わかった、その言葉を覚えておく。ずっと忘れずにいる。仲間は司令官、あなたもなんだ。ごめん、それを忘れていた気がする。ほら、もっと体くよし、配達の最速記録更新。私の美しさはキャンバスに収まりきるでしょうか。自信に満ちた色っす。創作意欲が湧いてくるっすよ。この肉球はプニプニだにゃん。筋肉の可動速度が倍になる薬があるぞ。飲むか？ノロノロしてたらお前の手柄をあちきたちが全部取っちまうでけえすよ。我もいずれそちらに行くのか。球投げるようになってきたじゃねえか。ふん、こうした体を動かすのは悪くない。あんたたちはヒーローに向けて歓声を上げなさい。僕がお手本を見せるから真似してみてね。また一人小鳥ちゃんを泣かせてしまったか。この数字が命の数。なんて恐ろしいメーターだ。デプレッシブが過ぎるぜ。はい、そろそろイチゴとスモモが食べごろさ。私たちで何とかしてみせるわ。いつも頑張ってくれてるんだからゆっくりしてほしい。
のもありますのよ。それは日本文化と呼べるのでしょうか。図書館に来たけどどうしようかな。果たして私の活字嫌いを打ち倒せるかな、読書の秋さんよ。神大部の時間だ。でも無策で挑むべきじゃない。母さんに私を心配させても手遅れだった。もしかして逆だったらいいんじゃないか。家の方で騒ぎを起こしてあの子の注意を引くけど、浜辺まで距離もあるし、この強風の中叫び声を上げたところで届きそうにない。もっとそれ以上に派手なことをしなくちゃならない。どうしたら買い手上げに夢中のあの子が気づくだろう。あの日さえ乗り越えさせたらいいんだよな。相当な覚悟が必要だけど、やってみるしかない。今日も行くんだ、めぐみんの待つ屋上へ。今日も来たか。辛い野郎に頑張るな。ありがとう。またこれ食べてて。一本もろとく。準備はええか。うん。着替えは。着替えってなんだっけ。ほんまに作詞家か。まあ、手握って黙って目つぶれ。同じ崖からのスタートだ。きっと時間帯も同じに違いない。誕生日、何が食べたい？そんなの肉に決まってるじゃん！バーベキューがしたい！
思い出した。あれは誕生日が近かった頃だ。ガラス越しに飾られた Bluetooth のイヤホンに見入っていたんだ。ほら、ルカじゃない。学校帰り？うん、そうだよ。なら一緒に帰りましょう。誕生日、何が食べたい？そんなの肉に決まってるじゃん。バーベキューがしたい。バーベキュー？だったらティーボーンステーキやスペアリブやソーセージを買い込んでおくわ。誕生日ケーキはどうする？切り株みたいなのがいい。それってまさか季節外れのブッシュドノエルのことを言ってる？名前はわかんない。チョコレートの色してて切り口がぐるぐる巻きなんだ。完全にブッシュドノエルね。それってクリスマスに食べるものなんだけど、それでもいいの？食べたことないんだ。一度食べてみたい。わかったわ。盆と正月が一緒に来たみたい。実際、誕生日とクリスマスが同時に来たみたいなものだからね。このケーキ全然食べ方がわからない。とりあえず大きく切ってかぶりつく。うまーい。そう、よかったわ。こっちで焼いてる肉も忘れないでくれよ。ティーボーンステーキなんて高級品だ。いただきます。うまーい。あとこれ、誕生日のプレゼントだ。私が欲しかった Bluetooth イヤホンだ。ありがとう。でもすごい、一言も欲しいなんて言ってないのに。お母さんを選んだようにね。そういうところが目利きなの、お父さんは。果たして誰情報だったかな。嬉しい？もちろん。でもなんでこんなによくしてくれるの？そりゃ親だもの。娘が幸せそうにしている姿を見るのが一番の喜びなの。そうさ、これから忙しくなってこんな風に一緒に過ごす時間も減っていくかもしれない。だからこそ、一つのイベントでは全力でお前の嬉しい顔を引き出したいんだ。そっか、これからはこんな時間が減っていくのか。でもそれは悪いことじゃない。お前も新しい仲間を見つけて、みんなと一緒に幸せになっていくんだ。だから全てはこれからだ。もっともっと幸せなことは待ってるぞ。もちろんそんな期待もしてる。でもやっぱり私の歌のファンは二人なんだから、いいことがあったら一番に報告したい。ああ、待ってるよ。頑張ってね。けどそんな報告は一度たりともできなかった。あるいはメディアでその活躍が見せられていたかな。それぐらいは信じてもいいかな。
同じ日だ。派手なことを今からやる。火を放って親騒ぎを起こす。空に向けて煙さえ上がればあの子は気づくはず。それで気づかないとしても消防署が駆けつけ大騒ぎになる。母さんは先に私が避難させておけばいい。でもどうやって火をつけよう。ぼやで収めるから大きな火をつけるわけにはいかない。壁がちょっと焦げて煙を上げる程度。でもそれってどのくらいの火だ。とりあえずティッシュを火種にしてみるか。火はすぐ消えて壁は何ともなかった。少し変色した程度だ。だったらドフル新聞に火をつけてみたが、火が大きくなっただけで結果はさほど変わらなかった。枯れ枝を組んでみたらいい感じに燃えたけど、壁がすすで黒くなっただけだった。こんなに外から家に火をつけるって難しいのか。火事の原因ってほとんどの場合中から発生してるのかも。ドラマなんかで見るのは燃料をまいてからそこに火をつけるイメージだ。火をつけるための燃料といったらやっぱり油か。中からつけるしかないのか。時間がない。急ごう。どうしたの？その格好。波をかぶって濡れたから着替えてきた。これはネットで買った流行の服。なかなか活かすじゃない。もうカイトはいいの？うん、なんか小腹が空いちゃって食べたばっかなのに。だったらホットケーキを焼いてあげるわ。ピコーン！料理に目覚めた。私が焼く。へー、じゃあ後ろで見ててあげる。いやいや、びっくりさせたいから見ないで。すごくうまく焼いてみせるから。作り方わかってる？ホットケーキミックスの箱に説明書いてあるはず。基本的な作り方はね、お母さんなりの一手間があるの。私にも私なりの一手間を加える。すごいやる気ね。まあまあ見てなって。見てていいの？仕上がりだけ。それまではシークレット。まあいいわ、ご自由にどうぞ。本当に一緒にホットケーキを焼けたらいいのに。絶対幸せな時間になるはずなのに、どうして私はそんなことすらしないままでいたんだろう。だってあんなに急に別れの日が来るなんて考えもしないじゃん。男の子に振られでもした？音楽ぐらいしか興味なんてないよ。今は料理に浮気中だけどね。ようやく一人でキッチンに来れた。今からホットケーキを焼くふりをしてタオルに油をまぶして火を放つ。この家に今の私だって暮らしていたんだ。思い出も詰まってる場所なのに自ら燃やしてしまうなんて本当にごめんなさい。あ、逃げなさい、ルカ。母さんの方こそ絶対消してみせるから。ダメだ、逃げなくちゃ。この家は私が守る。呼吸がしづらくなって煙が一面に広がって、そして大
やりがいのあるさ、背中が見えなくなる。買い物に行ってる時ぐらいしか家にいないのを見たことがない。専業主婦で家族を一番に思い、その暮らしをずっと守ってきた。あの家を一番大事に思っていたのは他の誰でもない母さんだったんだ。そんな場所を燃やしてごめん。でも燃やさなきゃいけないんだ。めぐみ、ごめん。もう一度行けるかな。自分にやる気があるんやったらな。ある。手握って黙って目つぶれ。ほな、いってらっしゃい。先に母さんを外に出すんだ。それから火を放てばいい。行くぞ。あら、どうしたの？その格好。そんなことより父さんが大事な話があるって、外で待ってる。そのお父さんって本物？お母さんにはそんな連絡ないわよ。直接じゃなきゃ話せないってさ。本当？深刻な顔してたよ。積もる話もあるんじゃないかな。ますます怪しいわ。少しぐらい信じてくれてもいいじゃん。ルカ、大丈夫？なんでだ。なんで大好きな母さんに理不尽に切れなくちゃならないんだよ。本当に待ってるんだよ。家族崩壊の問題とか言い出すかもしれないじゃん。なんで私からこの温かな家庭を壊しにかかってんのさ。そういう話は家では絶対できないでしょ。だから外なんだよ。早く行ってやんなよ。座りなさい、ルカ。イライラするときはね、糖分取るといいの。甘い紅茶を入れてあげるわ。まるで信じていない。わかってる。私の嘘なんて全部お見通し。私のことが大好きだから。だから私も大好きなんだ。もういっそのこと本物のカヤモリルカを見捨てて生きればいい。今この瞬間から私が母さんの娘になるんだ。そうしたらやり残したことたくさんできる。たって一ヶ月もあるんだ。未来が待ち受けるとしても、今の私はそれを享受できるんだ。最高じゃないか。一緒にホットケーキやクレープ焼いて、しばらく音楽のことを忘れて、料理に夢中になるのもいい。私のこといっぱい話して、なんなら未来で勇敢に戦ってることを話してもいい。ねえ、たくさん聞いてもらいたいことがあるんだ。もちろん、聞くわよ。
滅びそうな世界で戦っててさ、私はその部隊の部隊長、要はリーダーをやってるんだ。さすがルカね。人類には倒せない敵をこの手でなぎ倒していってるんだ。歌の才能だけじゃなく戦う才能もあったのね。もちろん歌ってもいるよ。戦場にいるのにのんきだと思うかな。あなたの歌はみんなを幸せにできるから歌っているべきよ。訓練はきついよ。部活なんかと比べ物になんない。足腰立たなくなるぐらいクタクタになる。ちょっとぐらい根性見せなさい。すげえ見せてる。人生で一番頑張ってる。若いうちにできる苦労は進んでするべきよ。たくさんしなさい。仲間もたくさんいてさ、クラスメートの数より多いんだぜ。今度家に連れてくるといいわ。入りきらないよ。虎までいるんだぜ。食事は生肉でいいのかしら。きっと喜ぶ。でもそれだけじゃない。戦場だから仲間はいなくなっていくんだ。過酷な世界なのね。でもそれらも全部かけがえのない思い出なんだ。大切な思い出なんだ。未来に立ち向かうためにはいい思い出がないとね。これも全部、今も全部、すべてがそうなるといいな。ずっと頑張っていたもんね。気づいてたの？あなたのお母さんよ。さすがだ。ねえ、ポムポムは？うん、そうだよね。気になるよね。家族だもんね。どっちかというとあなたの方がでしょ。わかってる。このまま1ヶ月なんて過ぎない。茅森ルカがいなくなってもポムポムは残る。もしかしたら今だって家の中に入りたくて窓の外から覗いているかもしれない。そうしたらすぐさま私は消滅するんだ。家に火をつけたり自分勝手なことしてごめん。結局のところ母さんは家族とその居場所を守るのに懸命で勇敢で、そんなことは不可能だったんだ。ただ最後にもう一つだけ答え合わせをしておきたい。ねえ、今の私はちゃんと私に見える？何そのクイズ。母さんの娘だと思う。哲学のお話？違う、ドッペルゲンガーみたいなものかな。あれは何だったかしら。幻覚？実体が備わっているんだから分身みたいなもの。記憶や性格まで全く同じなの？そう、完全なるコピーなんだ。どう？気づく？今はまるでそんな気はしていないけど、長くいたら気づいちゃうかも。私はデビューしてから1年間ツアーやプロモーションで全国を飛び回る生活だった。もしかしたらどこか意識下でバレるのを恐れて逃げていたのかな。一度も帰省せず、気づいた時には母さんは一人で海辺でカイトをあげてて、もしかしたらその時は今の私じゃなく、あの日水難事故で失った在りし日の茅森ルカのことを思って、もう帰ってこないのならいいやと思って、それで同じ死に方をしたのかな。ねえ母さん。何？ずっと長い間嘘をついててごめんなさい。何を謝ってるの？私はそのコピー、偽物なんだ。
お、その顔は今までとちゃうな。うん、過去なんて変えられないってことが分かった。あ、それ芸人やったら突っこけるところやで。芸人やないからはだけで済むけど。いやいや、うちのサイキックは奈良市のドームの生活、ものすごい精神修行になっとったんちゃうんか。それでサイキックも鍛えられたんとちゃうんか。ユッキーの言う通りだっただけさ。過去に干渉はできない。でも知らん情報を新しく引き出せとったんやろ。それもユッキーが言う通りだった。忘れてる記憶を掘り返してるだけ。だから新しい情報だって錯覚してただけ。なんやねんそのオチ、盛大にずっこけるわ。結局ずっこけてるじゃん。しばらくわがままやっててごめん。ちゃんと私はやろうとしていたことに立ち返らなくちゃならない。なんやけ。私にはナービーだった頃の記憶も残っているはずだから、それを思い出さなくちゃならない。まだまだうちのサイキックが必要やっちゅうことやな。うん。ただな、もう何遍も使うことはできへんかもしれん。え、どういうこと？うちの中で何かが失われていっとる。それはパワースポットで溜まるようなもんやない。それは、もうじき枯渇する。サイキックが使えなくなっちゃうの？それとはまた別の話や。自分を精神世界にダイブさせることがや。でもそれもすごい力じゃん。使えなくなったら困るだろ。まったく困らん。今まで使ったことなかったし、戦闘にも生かされることもあれへん。自分が必要なくなったら用なしや。そうなんだ。むしろ自分のために使い切らせてくれ。身勝手に出て行ったうちが帰ってくるんを待っててくれた自分へのせめてもの恩返しや。ありがとう。大事に使わせてもらうよ。ただいま。なんか付き物が落ちたような顔じゃねえか。うん、まさに取り憑かれてたのかも。何か分かったというの？過去は変えられないってことが分かった。つまり今のままなんだ。それはいいことだったのかな、悪いことだったのかな。うん、難しいところですね。私が先に進むためには、正確には過去にだけど、それはいいことだと信じるよ。今までそこで立ち止まっていたとも言えるからさ。まだ続ける気なのか？もちろん。私が何者でどうして人間になったのかは知れた。まだ知りたいことは一つ残ってる。どこから来たのか、か。そう。ということは、さらに遠くの過去にダイブするってわけね。うん、そうなる。任せ。頑張ってください。母さん、母さんは本当に気づいてなかったのかな。途中から娘が入れ替わっていたことに、同時にポムポムがいなくなったのに、少しも疑いはしなかったのかな。そりゃすげえ成功にできていただろうけど、本当の娘だったのに。もし会えるなら謝りたい。ごめん、ずっと騙しててって。ここまで見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。次回を楽しみに。